はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。強敵ブラバニクイーンの心が S4 つ揃いました。S4 つ揃うまでの、ブラバニクイーンの討伐数であったり、各ランクの心のドロップ数を見ていきたいと思います。ということでですね、ようやくブラバニクイーン S が4つ揃ったわけで、ございます。でですね、S4 つ揃うまでの討伐数が、こちらのね、モンスター図鑑に出ている数字になります。はい、倒した数。ちょっとね、こちらのモンスター図鑑数見にくいですけど、400匹ということになります。まあ、それなりにですね、まあ、倒したかなと思います。で、今回はですね、はい、直 S が1個でした。ということで、まあ、これが直 S1 個に、でなくて、2個3個とかあるとですね、まあもうちょっと楽に、まあ揃うんですけれど、まあそうじゃなくて結構今回はね、苦労した方かなと思います。まあ、A、B、C、D は、まあそれぞれ9、12、25、78ということになります。で、合計、ドロップした、心の数がですね、合計125個ということで、まあ、討伐数400を考えるとですね、まあ、大体ですね、4回に1回ぐらい、心を落とすかなという感じだと思います。で、まあ、最近はですね、はい、心ドロップの時に、強敵心ドロップの時、まあ、ホコラも、メガモもそうなんですけれど、はい、広告が時々ね、入るわけなんですね。まあ、この広告の割合にもまあよるんでしょうけれど、まあ結構ね、広告が入ったかなと思います。まあ400回ね、討伐して、まあ100回ぐらい、まあ100個ね、心を落として、そのうち25、まあこの125のうち25ぐらいが、まあ広告なのかなという気はします。体感的にはですね、まあちょっと広告の数とかね、数えても面白かったかもしれませんが、ちょっとそこまでは私はやっておりませんと、いうことでございます。はい、というわけでですね、はい、とりあえずね、割合としてはこんな感じに、なります。まあ皆さんの方はいかがでしょうか。まあ強敵はですね、結構 S4 つ揃えられる人がまあ多いんじゃないかなとは思いますけれど、まあ強敵とかね、ホコラはね、それなりに。なんですけれど、まあ、お金かかんないですからね。メガモンになるとね、結構きつい、じゃきついですよね。はい。まあまあ、とりあえず、まあ、それはさておき、はい。とりあえず、工房のグレードアップの画面に来ました。左上がですね、はい。S1 個、直 S のやつなんですけれど、まあ、その、ね、横と下に A、B、C と繋がっております。で、A がですね、はい、今回、A がまあ9個なんですね。ということで、まあ A が5個あればですね、S にグレードアップできるので、とりあえず1個だけ、はい、グレードアップしていきたいと思います。というわけで、もうちょっとね、このグレードアップを見届けていきましょう。はい、A が5つあって、S にグレードアップすることができます。ということで、ちょっと見ていきましょうか。はい、ブラバニクイーン、心 S になります。コストが135ですね。で、まあ、青の心ということで、まあ、HP とか力、素早さ、器用さはね、やっぱりハイレベルですね。まあ、強敵ということになります。で、特殊効果の方を見ていきたいんですけれど、ちょっとこれ下まで、まあ、見えてるかな？見えます？まあ、ちょっと見え、大丈夫か？はい。スキルの斬撃耐技プラス 3% で、バギとイオにおいてはですね、斬撃耐技プラス 7% ということで、まあこの辺はね、属性選ぶかなと思いますけど、あとですね、一番下の特殊効果がね、やっぱ特徴ですよね。ターン開始時 MP3 回復ということで、ドラゴン竜王とかね、まあこれも同じように、ターン開始時 MP 回でね、3%回復ということで、まあこれはね、すごい貴重な心かなと思いますので、まあできるだけね、まあ、それなりにアタッカーの数ぐらいはね、揃えておいても、まあいいんじゃないかなと、個人的には思います。まあできればね、まあ4つ揃えられたらとは思いますけれど、はい。まあレベル上げとかね、MP 枯渇することとかね、特に自宅でのレベル上げとかね、MP が、まあ必要な、ことになりますので、まあまあね、とりあえず今回の、まあ、ブラバニクに集めておくといいんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあこれね、心100、これ、私のこの工房なんですけど、心がね、125個、このブラバニクイーンで占められていてですね、もう満タンになりつつあるんですよね。今に、枠が2500のうちですね、2488あってですね、まあこれでも結構やりくりして、いろいろとね、まあ、
削ったり、まあ、合成したり、真珠ポイントにしたりとかね、まあ、してて、結構、ま、満タンになることが多かったので、まあ、ようやく、これね、S4 つ揃って、まあ、だいぶ枠が空くかなという感じでございます。まあ、とりあえず、まあ、別にね、ちょくちょくグレードアップしとけばいいんでしょうけれど、まあ、とりあえずそういうことでございます。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ